千年以上昔の鏡ですから、何かしらの曰くぐらいつくものです。鬼物は100年経つと魂を持つと言われているぐらいですし、ましてやかの中富氏、すぐに藤原姓に変わりますけどの持ち物ですからね。権力の中心近くに据え置かれたりしたら、呪いの一つや二つも吐き出すようになりますよ。例えばそれが物でも人間でも。つづらちゃんそんなわけですので、鏡の来歴云々についてはひとまず置いておくとしましょう。それより呪いだなんて思われるような何かが実際に起こったんでしょうか。うん、それがね、鏡を盗んだ容疑者だった人が遺体で発見されたんだって。それはそれは。ですけど、それだけでしたら犯人は別人、もしくは共犯者に裏切られたなんて仮説が登場して、呪いの出番はなくなりますよ。そうなんだけど、その人体の中の血が全然残ってない状態で発見されたんだって。なるほど、それで来ているわけですか。ここに来る途中にパトカーを見かけるはずですね。とつづらちゃん、泥棒があったって聞いてるんだから、それは今さらだと思うよ。しかしですよお姉さん、盗みと殺しでは50歩100歩以上の違いがあると思うのですよ。それが猟奇犯罪ならさらに。うん、それはそうだよね。それでつづらちゃん、何でしょうか。この事件は呪いなの？それとも誰かが不思議な事件に見せかけているの？それはですね、お姉さん。わかりません。にしても気づかれてなければいいんですけど、心配ですね。さくやさん、見直しました。私も私も。そりゃどうも。それじゃまたゲームでもやる？だけどそれは昨夜散々やったしね。ですね。咲夜さんとは勝負つきませんし。何か賭けるんなら私はいつでも勝負するけど、どうする？何かあるかね。そうです、私いいもの買ってきましたよ。お
バナちゃん、なんだかわかる？しかもお得用です。やっぱり夏といえば花火だと思ったんですよ。早速河原へレッツゴーです。今から行くのかい？今からって、普通花火は夜にするものだと思う。それにこちらの庭はこの有様ですから。確かに庭でするのはやめとくべきだね。とはいえ、夜に山道歩くのだって慣れてない系には危ないんじゃないかい？じゃあ保護者同伴なら。保護者？私かい？だって咲夜さんは山道慣れてるよね。夜の森での撮影もしてるし。そりゃあ夜行性の連中撮るには夜じゃないといけないしね。むしろ夜の撮影の方が多いぐらいさ。じゃあ咲夜さんと一緒なら大丈夫だ。やれやれ、仕方がないね。それじゃ行くか。私、こうやって花火をするのって実は初めてなんです。そうなの？夜空に広がる大きいやつなら何度も遠目に見たことあるんですけどね。あれはあれで見事な職人芸ですけど、見ているだけの高嶺の花って感じです。高そうだよね。一尺玉でも5、6万円しますよ、確か。二尺になるとその10倍です。わぁ、宝くじ当たっても一晩で使い切っちゃいそうだね。ちょっともったいないかも。まあ、戦争用の花火に比べれば安いもんですし、粋なお金の使い方って感じじゃないですか。ですけどやっぱり自分で火をつける手持ち花火の方がそこはかとなく風情がありますね。つつましやかで、そのくせ一瞬というほど短くはなくて、いい感じです。庶民の暮らしって感じだよね。そこがいいんですよ。空の花火は自分が咲くことに一生懸命で、他人のことはお構いなしって感じじゃないですか。そうかな。ですよ。打ち上げた後の空って煙でいっぱいですから。それじゃあ次の花火は綺麗に咲けないかもね。うがった見方ですけど、自分が一番綺麗に咲くために他の足を引っ張ってるような気がするんですよね。それに比べて、あ、お姉さん、火貸してください。いいよ。こういうのってなんかあったかい感じがして
憧れだったんですよ。一人じゃこういうことできませんから。そうだね。でもこうやって火を移すのって聖火リレーみたいかも。あ、しないと私のも消えちゃいますよ。あ、うん、ちょっと待って。お姉さん、何でもいいから早く。しましたか、お姉さん。ちょっとだけ失礼。すぐに戻ってくるから心配しなくていいよ。もしかして心配してついてきてくれた？そうだよね。最初からおばなちゃんについてきてもらっていたらよかったよ。おばなちゃん、戻ろうか。Thank you.
何者ですか？何者だとか問われても、ただの一般人のつもりですけど。ただの一般人はこんな時間にこんな場所にいるとでも？私、向こうの河原で花火をしていただけで、別に怪しいものなんかじゃ。家も近くですし。あなたこそ何者なんですか？そんなものを持ってるなんて普通の人じゃありませんよね。私は人にあだなす、人ならぬものを切ることを生業とする、鬼切り部の鬼切り役。かすかな鬼の気配を追ってきたところ、そこにあなたがいたというわけです。あなたは鬼ではないようですが、もしや狭間の家の方ですか？え？あ、うん、私はケイ、ハトをケイ。なるほど。ケイを向けたりなどして申し訳ありませんでした。私は千葉うずきと申します。ところで鳩さん、最近あなたの周りで怪しい現象が。